夏の風物詩船橋市民祭りがファンファーレとともに開催されました。今年は台風の影響で残念ながらジョイ&ショッピングフェアが中止となりましたが、メイドイン船橋ふれあい祭り、船橋港浸水公園花火大会には多くの人が訪れました。今週の船橋シティニュースは、熱気に包まれた船橋市民祭りの様子をたっぷりと特集でお送りします。3日間にわたって市民ギャラリーで開催されたのはメイドイン船橋。これは市内の工業を多くの人に理解してもらい、企業と地域との結びつきを深めるための催しで、数多くの企業が参加しました。会場にはパネル展示やブースが並んだほか、日本大学によるサイエンス体験会やものづくり体験コーナーも設けられ、工作を楽しむ子どもたちの姿が見られました。はい、すいませんでした。いい、ありがとうございます。オープニングパレードから始まった市民祭りのメインはふれあい祭り。ガールスカウト千葉県連盟船釜地区の子どもたちを先頭に、およそ1500人が華やかに行進しました。祭りを大いに盛り上げたのは6チームが参加したよさこいソーラン。カラフルな衣装に身を包み、迫力の舞を披露しました。登場したのはレダ・マイカグア。今年札幌で開催された第27回よさこいソーラン祭りで優秀賞を受賞するなど、人気のある実力派チームです。僕たちはこれだけ見ていただければ分かると思うんですが、年齢層が幅広いので、はい、ここで活動しているというところをこう船橋市にアピールできるというところが最高に嬉しいです。総勢148人の市立船橋高校吹奏楽部は、一糸乱れぬ動きで集まった観客を魅了していました。たくさんの方々に私たちの演舞を見ていただき、よさこいとしていろんな人とつながることができて、すごく楽しいですし嬉しいです。通りに響き渡る掛け声は、出汁の引き手やみこしの担ぎ手など、今年も多くの子どもたちが参加した子どもみこしです。いや、結構辛いですけど結構楽しいです。難しいけど、なんかリズムが取れると簡単になります。初めてのうちわなので楽しいです。真夏の太陽が照りつける中、汗をたくさん流しながら元気いっぱいに練り歩きました。こちらは船橋市生活学校運動推進協議会が中心となって踊る日本三大盆踊りの一つ、阿波踊りです。飛び入りの参加者も後に続き、曲に合わせて踊りを楽しんでいました。
いよいよ祭りの花大人みこしが登場。漁師町に受け継がれる本町と港町の2つのみこしが独特の担ぎ方で通りを練り歩きます。八坂神社に奉納されている本町みこしは商人の守り神とされ、夏祭りで激しくみこしをゆすり込むほどその年は町が繁栄したと伝えられています。新社会人で赴任して初めての船橋の祭りということで、一刻も早く地元に馴染めるように頑張ってます。1年これで過ごしているようなものですよ。もう55年やってますから。一方、港町みこしは八剣神社に奉納され、漁師町の気質を受け継いでいます。左右に大きく揺れるみこしの動きは、船の揺れや波の姿を表していると言われています。それがみんなで元気よく、盛大にみこしができれば、それで終了みたいな、それでいいですよ、本当に。もう港町はお祭りを中心に動いてますんで、はい、町の皆さんにとってはもう、はい、魂です。本町と港町のみこしが勇壮にゆすり込む様は迫力満点。お祭りムードも最高潮に達します。もともと実家船橋だったんですけど、10年ぶりぐらいに見てすごい感動しました。おみこしかっこよかったです。はい、メロンです。 JR 船橋駅北口のお祭り広場で行われたのは純氷祭り。ひんやり甘いかき氷が暑さを忘れさせてくれます。ステージではフラダンスや歌などさまざまなパフォーマンスが披露され、会場を大いに沸かせていました。日本の伝統芸が見られるのも市民祭りの魅力の一つです。子どもたちによるはしご乗りの後は、江戸の情緒を伝える木遣り歌とまとい振り。船橋市とび職組合の皆さんによるはしご乗りです。高さ 6.3 メートルのはしごの上で次々と技が繰り広げられ、歓声や拍手が送られました。高根太鼓公民館を練習拠点にする和太鼓賢章は、日頃の練習の成果を発揮し、威勢のいい太鼓のリズムを響かせました。ふれあい祭りは船橋会場のほか、サテライト会場として中山、習志野台、二和向こう台でも開催。地域ならではの雰囲気を感じながら、多くの人でにぎわいました。
市民祭りも終盤、民謡パレードの始まりです。10団体およそ700人が大船橋音頭や春夏秋冬船橋音頭、船橋音頭の曲に合わせゆっくりと沈む夕日に向かって踊りました。市民祭りが始まった昭和43年から続く民謡パレード、世代を超えて市民に受け継がれています。踊りたいから、自分が踊りたいから やってます。周りにたくさんの人がいて、なんかこちらを見てもらっててなんか笑顔が素敵ねって言ってもらえるのが嬉しいです。賑やかなお囃子とともに姿を見せたのはバカメンパレード。バカメン踊りは漁師町で続いた疫病や不良の厄払いを願って夏祭りで奉納されたのが始まりと言われています。不良で怒りながら家に帰る怒り面、悪天候で漁に出られない悔しさを表すひょっとこ面、大量に喜ぶ笑い面、笑顔で家族を見守る母親のおかめ面、そして伝子の面には五穀豊穣の願いが込められています。参加したのは自治会や愛好会など13団体。ユニークな踊りに観客から自然と笑顔がこぼれていました。汗だくになって踊れるから楽しい。いろんなことが学べたり、いろんな人見たりして楽しいです。明かりを灯した個性あふれる出汁もバカメンパレードの見どころです。小さいお子さんから大人までとても楽しんでおられて、見てる方も楽しいです。ですね、で歴史も感じるし、もう最高です。船橋は歴史のあるところと新しい感が両方ある町なので、その両方の活気がミックスされて融合されているところをぜひ感じ取ってもらえればなと思います。もっともっともこの歴史をもう大事にしながら、新しい人たちもどんどん参加してもらって、船橋のなんか熱気をさらに盛り上げていきたいなと思ってます。船橋市民祭りのフィナーレを飾るのは船橋港親水公園花火大会。船橋の夏の夜空を彩るおよそ8500発の花火が打ち上げられました。今年のテーマは歩み。未来へ歩みを進める船橋市の魅力を演出した花火が夜空いっぱいに舞い上がりました。大盛況のうちに幕を閉じた第51回船橋市民祭り。船橋の歴史や文化がしっかりと受け継がれていることが実感できたのではないでしょうか。市民の活力にあふれる船橋の未来はこの花火のように明るく輝いてくれるでしょう。それでは今週はこの辺で失礼します。